リチャード・ロー安井のベッケナー。はい、始まりました。リチャード・ローのベッケナー第69回、今回はギター担当の安井がお届けします。はい、ですね、今まであのこのベッケナーのコーナーを使って自分の、ギターを弾く時の何やろ、自分の手癖紹介みたいな、よく俺が演奏してるその演奏方法の紹介とかをしてきまして、今回もちょっとその流れで話をしてみようかなというところでちょっと準備をしてきたんですけど、今まで話してたあのトリル、一番最初に話したのがトリルで、その次が多分あのライトハンドのタッピングですね。で、あとアーミングの説明とかいろいろしてたと思うんですよ。で、前回というか前にこのタイプの話をした時がなんか使ってるスケールの話をしてたと思うんですけど、今回はもうまともにあの演奏方法のことで話をするんですけど、今回のね、その演奏方法がもう特にこのリチャード・ローのギターの何やろ、もう一番大部分なところだと思うんですよ。もう一番分かりやすいというか、もうそうですね、大部分のポイントになるところだと自分では思ってるんですけど、レガート奏法というレガート奏法、実際発音がレガートなのかレガートなのかちょっとどっちが正しいかは分かんないですけど、僕らはまあレガートって言ってるんですけど、そのレガートを今回はちょっと紹介してみようかなと。で、これが本当にこう俺がもうリチャード・ローを結成する以前からずっと使ってきてる演奏方法なので、もうそれこそ自分らしさと言ったらちょっと言い過ぎかもしれないですけど、が一番出てるギターの演奏方法だと思うんですね。で、まずじゃあその、レガート奏法とは何なのかっていう説明からいきたいんですけど、この動画見てる人みんながみんなギタリストとは限らないんで、ギターとか知らないよっていう人にも一応分かるようには話をしたいと思ってるんで、ちょっとまあ、知ってる人からしたらね、そんな分かりきった話かもしれないですけど、ちょっとまあ説明だけさせてください。レガート奏法、いわゆるですよ、いわゆる大きな括りで見たところの、早弾きというやつが、ロックギターにはあるんですね。ちょっとまあ、大きな音が出るんでやってみよう。もう本当に、ちょっと僕自体はあんまり早弾きは得意じゃないんで。みたいな、こう、すごい回転の速い、フレーズの動きの速い、やつですね。もうそのままですけど、速く弾く、早弾きっていうのがまああるんですね。で、今のは全部、このピッキングしてるんですよ。左手で出したい音を押さえて、その部分の弦を右手のピックで弾くという基本的なギターの弾き方で全部ピッキングをしてるんです。なので一音一音がどう言っていいかな、しっかりとこうピッキングされた音、ハキハキとした音が出るのが、まあ、フルピッキングの特徴というか、音の聞こえ方というか、鳴り方というか。で、レガートというのがですね、そのピッキングをしないんですよ。左手の動き、前に話したそのトリルでちょっと話しましたけど、ハンマリングオンという、叩きつけるだけで音が出るというのと、あとプリングオフという、こう、押さえた指で引っ掛けて離して、このハンマリングとプリングの繰り返し。あとスライドという、押さえてる位置から音が出たまま次の、音へ移動させるみたいな、っていう、スライドという演奏方法があるんですけど、それを全部組み合わせ、左手の動きだけでさっきみたいな速いフレーズを演奏しちゃうのがレガート奏法っていうんですね。で、レガートという言葉の意味自体が、滑らかなとか、あとつながっているとかっていう、その音楽理論上の、意味ではあるらしいんですよ。で、その名の通り、さっき言ったようにピッキングは一音一音がはっきりしてるんですけど、レガートは音が全部変わっていくんですけど、全部こうつながって聞こえるような、フルピッキングレガート、こう最初の1回しか僕ピッキングしてないんですよ。ちょっと今雑音、ね、ノイズがいっぱい出ちゃいましたけど、そういう音のつながり方をしているのがレガート奏法。
手の動きだけで全部あの音をこうつなげていくっていうのがレガート奏法なんですね。これがね、リチャード・ローの安井さんめっちゃ多用してるんですよ。で、今ちょっと極端に本当に1音目、最初の音しかピッキングしなくて、あと全部無理やり左手で全部つなげていきましたけど、あの実際僕の演奏してる、癖のレガートっていうのは、ピッキングしつつ、レガートで動かしつつ、またピッキング1回入れてレガートして、ピッキング入れてレガートして、みたいな音のつなぎ方するのがすごく多いんですよ、僕が。で、あのね、どの曲が一番わかりやすいかなと思って考えてたんですけど、去年あの出しました16というアルバムの中にフレインという曲があるんですけど、あのギターソロがね、かなりそのレガートを多用したものになっているので、まあ、ちょっと弾いてみようかなと。まあ、ちょっとオケがないんでわかりにくいですけど。という流れで、特に最後の方ですね。ここはほんまに1回目しか、第1音目しかをピッキングしてなくて、あと全部左手の動きのあのハンマリング、プリング、スライドを使って。ゆっくり弾くのが難しい。今のがフルピッキング。わかるかな？音がこうつながってる感じ。あの多分ね、教科書とかで皆さん音楽の時間とかで覚えてるかどうかわかんないですけど、スラーっていう記号があったと思うんですよ。あのこう四分音符なり音符があって、次の音に変わってんのにそのままこうふにょんってこう線がついて音がつながってますよっていう。あれが言うと全部にわたってがつながってる音が、まあ言ってしまえばレガートのレガート奏法と言われるやつですね。これがあのかなりリチャード・ローのギターの特徴になってますので、あの今回もちょっとこれは言うとかなあかんかなと。あのタッピングがどうこうとかアーニングがどうこうよりも明らかにこのレガートの入れた弾き方が僕が多いので、そうですね、1回のピッキングで3つの音が鳴ってたりとかするから、これも言ってしまえばレガートといえばレガートですね。はい、まあ、そんなわけで、僕自身がフルピッキングがすごく苦手なので、このレガートの演奏方法で慣れてしまったというか、ずっと練習してきたから、もうそれがもう自分の手に馴染んで今のギターの弾き方になってるんだと思うんですよ、自分で考えてみたらね。お友達のギタリストの方と話をした時にですね、その人がすごいフルピッキングが得意な人 で、その人から言わせれば、ね、レガートで演奏できるのがすごいですねって言われたんですけど、僕から言わせれば僕がフルピッキングできないんで、いやあなたがフルピッキングできるのが僕は羨ましいよっていう話をしたことがあるんですけど、だからレガートがいいとかフルピッキングがいいとか、その良し悪しは別にないんですよ。で、まあその曲に合わせて、まあ、フルピッキングの方が合うとかレガートの方が合うとか、まああるかもしれないですけど、まあ要するに言ってしまえばもうプレイヤーの好みとかプレイヤーの癖になってくるもんだと思うんで、まあいいか悪いかとか、どっちが難しいどっちが簡単とかっていうのは多分ないと思うんですけど、あの同じね動きをするわけですから、まあ、要はそのタイミングでピッキングを入れるか、まあ、入れないかっていうふうなところで、まあ、僕にとってはレガートの方がもう慣れてしまってるんで、レガートの方がまあ楽に演奏ができるなというふうには思うんですけどもね。はい、だからまあ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 ないと思いますけど、もしね、リチャード・ローの、曲をコピーするとかいうようなことがあれば、レガートをこう意識しながら演奏してもらったらいいかなと。よりらしくなると思います。はい、そんなわけで今日は、リチャード・ローの安井の手癖、指癖、レガート奏法っていうのをちょっと紹介させていただきました。はい。なわけで第69回、ね、ロックの回ですからね、ちゃんとこうロックっぽい話ができてよかったじゃないですか。はい、ギター担当やすりがお届けしました。また次回、はい、お会いいたしましょう。